まあ、ティアナもやってみるか。ティアナね、多分ね、繰り越しあんまできないんだよね。振り切ってから発動だからもう完全に、どうなんだろう。普通の消去系と多分同じなんだよね。使い方が。多分どうしようもない気する。最初の初動がちょっと重いっていうのがデメリットはない。まあ、消去数は悪くない。まあ、補正ないからね、このツム。ほい。32。ほい。わあ、大ツム。大ツムがキラキラになっても。まあ、54の意味でままいけるわ、ままがいけるよね。ラプンツェルの方は。あとでちょっと54の意味でもやってみようよ。あ、ティアナでも結構ループするかもしれん。なんだかんだ。やっぱ補正なしって強いよ。補正なしの消去系はやっぱ、あ、天井高い？これもしかして。はい。どう？天井高いのかな？あ、微妙かも。微妙かもしれん。縦ライン以外の消去は初なんだ、ティアナ。そうなると、快挙かもね、今回のティアナ。特別なティアナって割とあれか、ゲージ範囲率が低めに設定されてんのか、もしかして。だから独特のスキルの回りづらさがあるのね。では、はい。やっぱ発動、ちゃんと落ち切ってからじゃないと。あ、スキルが回って、スキルが回ってくれね。ほい。やっぱ演出いいね。演出いいじゃん。ほい。音が全部綺麗。わかる？やっぱさ、こういう系ってやっぱ演出に外れないんだよな。おっと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 。はい。マイナス補正が当たり前すぎて、補正ないだけで感動レベル。それはね、正直あるね。なんか最近マジで補正がついてるツムが、もうレギュラーみたいになってきてるもんね。むしろマイナス1段階がもう、デフォルトなんじゃねっていう感じだから。むしろプラス1段階なんじゃないのこっち。もはや。あ、やば。はい。うん、天井あんま高くないね、多分。ちょっと見えるところくらいまで消してくれるけど、それこ、そこが限界だな、多分。なんかスキルは意外と回るんだけど、消去数がいまいち伸びないって感じだね。消去数がいまいち伸びないって感じ。結局マイナス補正やっても消去数多い方が強いのかね。あ、でもまあ、まあ、うん、こっちも悪くないけどなーって感じだね。ただ今回の新ツムやっぱラプンツェルが圧倒的だね。ラプンツェルが圧倒的な強さです。ティアノもまあ悪くはないけどね。ちょっと僕はね、でもね、ちょっとアリエルの方気になるね。